あ、クソザキ入る。ハイレベル、かっこいい。ドラゴンボール締めてきたな。勝負さあ、まあ、オムさんが言った。うわー、うまい、うめえ、うまい。それではよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はね、アコーラさんに初登場してもらったということで、はい、よろしくお願いします。今日はね、スティーブの企画を、まあ、たくさん持ってきたんで、世界最強スティーブと、スティーブは結構使ってる大会でも、ね、割と強くて勝ってると、で、まあ、ややパンピーというか、はい、で、はい、オムサってスティーブ界では結構パンピーでしょ。まあお任せで、スティーブが出たら三段ブロック詰める自慢だけしてさようならしよう。その後は何も続かないし。そう、これもまあ一応1500維持できたらいいなぐらいのしめやかなスティーブなんで、そんな感じで、まあ、差がどんだけ出るかというか、う、まあ、まあ単純に遊んでいこうっていう感じですね、本命は。とりあえずちょっとデモンストレーションっていうか、はい、なんかね、僕もさっきヒカルくんから、その急遽ヒカル君の今日ついてから教えてもらったルールなんで、あんまり分かってないんだけど、まあ、とりあえず4人乱闘になるんです。持ち込み企画ですからね、まさかの。そのスマブラやってやめたよな。最後、そう、俺の最後これやった。マジか。やっぱ初期状態これ大丈夫かな、下から始まっちゃいそうだね。あ、確かに酸素スタートで全員死んでから。あ、そうね、まあまあ普通にですと、あれ、お、あ、まあ大丈夫か、よくできてるか。で、爆発台の上では来れると、たくさん、なんか特にルールなく普通にこれで乱闘するっていう。なるほど。この状態で、で、ここ入ったら上、あ、上入っ、さ、あ、あ、ほ、ごめんなさい、今の冗談で、はい、こうやって入って、おお。みたいな、まあ、みたいなっていうか、見たいからいいんだけど、だいぶ上手かったですけど。うわ、あ、これは、あ、あ、みたいな。上に入ると、こう下にワープして、うん、下に入ると上にワープするから、それはちょっと、うん、移動の選択肢として、それを駆使しながら戦うと。生き残り重視ですよね。そう、生き残り重視で、まあ、普通にあの当然攻撃技とかも全然相手にもちろん当てていいし。なんかパッと見強そうだったね。すでに、すでに強者の戦術が存在していた。これはね、やったらやった人ほど有利やから。あ、このゲームは、うん、あ、スティーブのレートとかあんま関係ない。あんま関係ない気がする。このゲームのレートが大事だ。大事。じゃあ、まあやっぱ最後までやり続けたヒカルが一番強い。そう、今のところ多分俺が一番強いはず。そうね、いや、まあ持ち込みだから、これ今日の。ちょっと見た感じでも、エリトラは相当最後の手段っぽいっすよ。そうね、あれやばいっすよ。難しい、マジで。で、まあちょっとこれね、そう、戦術が固まるまではみんな多分よく分かんなくてグダグダだと思うから、うん、まずは一旦遊ぶみたいな感じで、とりあえず詰めて勝負をかけるのは終盤ですよ。はいはいはい、なるほど。とりあえず、まあ一旦ゲームとして普通に戦ってみましょう、うん。まあ、なぜこれが爆弾ブロックなのかというと、こうやってこうやって、まあ、採掘のちょっかいはね、ちょっと待って、あ、なるほど、あ、そういうこと、かけに行けるからという。おい、おー、うやばい、上で有利すぎる、これ脆弱性に気づきました、これ。よし、うわー、あー、来てる、クムさん、船降りてない。あれ、もう来てる、うるさいよ。とりあえず俺は逃げていけないから、一段一段。一生懸命積んでいきます。これまあイモロー、とりあえず相当左上ハイレベルでしょ。玉のイモロー、そうね、どこイモロー、頼む。うわ、甘い、進化。しめやかに、アコーラさん、アコーラさん、あ、いや、落ちてしまった。これ一応ね、その対角線上のワープゾーンに出るように設計されてますよ。いやー、こういうふうにしてみるとかね、親に。おいー、そうなってくると、ね、いや、タイマーになってしまう。あとはちょっとここで見たいよね、いろいろこのやり取りを。確かに、これは2人勝手にしてるだけだから。そうですね。やっぱ上に行くのに手が伸びるんだけど、一番良くないとされている。一人でに死んでただけだから、うん。いや、あ、これ光が破綻しそうになってる。おお、掘って掘って、そう、ここにね、一人住んで、熱い、
あ、クソ先輩だった。早くハイレベル、かっこいい。ドラゴンボールジムってきたな。いや、ともないか。いや、ともないか。これ船乗れるか。この船に。いや、まあ乗り方ってもんといろいろあるじゃないですか。あ、そうだね。そう、しみやかにしがみつく。ほら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 、やばんとしてる。こらこらこら、悪いことしてる。やばい。やっぱり彼らはね、こうスタンドプレーができるわけですけど、僕らはチームプレーが、まあね、ワープと国で可能。あ、じゃあ今から2ポイント選手ですか。いや、もうちょいやろ。もうちょい先勝ちだよ。俺全然船乗れてる気がしないから。ちょっとまだ勝負かけたくない。スティーブ行きますか。これはもうスティーブで行きます。スティーブ専用ゲーム専用らしい。まあ他のキャラとか言い出したらなんかいろいろいそうだけどね。まあいそうだけど、まあ多分無そうです。強くするのは難しそう。まあスティーブが何だか強いかな、やっぱり。これさ、場所がなくなるの腹立つな。いや、そうなんですよ。っていうゲームなんだけどさ、焦っちゃダメなんだって。なんか面白い。バカンとか言うキャラでしたっけ。あショウグさん、あ、まあ、まあ、オムさんが今殺した。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、カカナとか落ちていた。祈っていた。横 B から入ると足場が壊れてヤバいと。なんでそんな。うまっ。あー、もう入りに弱いよ。入りに行けたら入りに強すぎるって。だからもうこれは止まってくると1対3となってくる。まあそう。ヤバい。そろそろそういうとこまで来てくると、いよいよ出るとこになっちゃう。これ考えさせていったん、はい、俺今もう錯乱してるから。いろんなことが起こりすぎた。情報がまず整理しよう。着地場所は必ずしもあの爆発線の上じゃなくてもいい。俺はもうあそこ一点張りだから、はいはい、あれがなくなると一気に頭が消耗しない。なるほど。そうなかったら一旦自分がブロックを作って そうですね、その上に行けばいいと、うん、そうですね、うん、でまず落ち着こうと、うん、深呼吸しよう、うん、でどっか復活したところに、うん、行ってから、うん、また考える。そうだね、オッケー、その戦略でいこう。そうです、ね、失礼しました。本当に上必殺技だけは最後の手段。ほんまに最後の手段。早々に切ってるから、ね、そうだね。我々絶対最初に使ってるから負けてるんだよね、これ。なるほどね、うん、生き残ろう、生存重視。今一応足場なんで、ちょっと待って。ブロック作れなかったんだけど、あ、そっか。あ、これワープ爆発炎のところ作っちゃったからか。なるほどね。で相当生存に自信出てきました。将軍ロジック。やばい、ちょっとまたエリトラ使ってる。よく見えてるな。画面見る余裕あるからな。申し訳ないけど、俺がもうちょい上手くなるから頑張ってみて。付き合ってくんない。いや、任せてくださいよ。ほっ、待ってますよ。よし、え、なに、う、あ、う、え、むずっ。じゃあやっぱ一個先のブロック目指した方がいいのかな、下のワープゾーンに入って。ああ、まあそれもあり、それもまた哲学。エリトラのかかってる感染によって無理やり急降下してみたいな。ああ、まあ確かにそれもあるか。で無理やり急降下すると何が起きるんですか。ステイで下に落ちて、下のマップゾーンにまた入って上に行くみたいな。なるほどなるほど。また別の爆発物、なんかあの爆発箱みたいなとこの上に乗ればいいんだ。新たな足場を目指して。そうそう、難しいですね、言葉で合わせて。だってこんなにナチュラル煽りかと思った今。ね、地形わかんないし、そもそもワープゾーンの場所もまだ分かってないし。怖っけな。マジのナチュラル煽りか。ちょっと難しいですよね、将軍さんには。いや、なんでなんでなんで。私逃げよう。いや、僕手出してないのに。よし、生き残った。これでかい。あ、こにゃ。ここで逃げるしかない。あ、こにゃ。助けて。いや、もう岩井さんが生き生きし始めてきた。ようやくこれが生存。大本さん、これ大丈夫か。あくそ。俺は芋って何かしよう。ほい、行け。あ、危ない。くそ、何、なんてこと。いや、大丈夫で、ここで入ればいい。まあまあいい。いつまでこれ。自分の位置を確立している。やばい、痛い痛い痛い。で、危なかったらとりあえずここ行ったん。やばい、普通に将軍さんより俺の方が早く。いや、俺はまだ一緒の1位だから。おー、すごい。涙が落ちなかった。いや、自分の位置を確立している。確実に確実に安全な位置に。そう、ポジショニングで勝とう。うん、危なくなったら焦らないでブロックを生成して着地だけ見つけて。これ作ってるぞ。ちょっと待って、
そろそろ。いや、うまい。いや、今そろそろツール作成にトロッコに差し返しましたよ。はい、俺もやった。ちょ待った待った待った。よしよしよし。よしよし、これは。お、でもなんか。お、相手。うまい。相手これしてるぞ。ちょっと待って。頑張れ。おお。まだ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 いくぞ。いけいけ。ちょっと待って。いや今確実にナチュラル体ごと見ていきた。おい、いや生きてる、うまい、お復活した、おいよし、切ろう、俺はやばい、それはうわこれはバス残念ながらここはマリブラではないので、右を目指しても左には時間もね稼ぐ、稼ぐ、確かに確かにタイムアップ勝ちもね視野、あ、コロさん取材ない、取材ない、取材やべやべ、行くかさすがに、あれあれを、いや今やばい、あれを襲いに行かないと、あっくそ、いやもう行きたい、なんでだね、光が、今の、いや光が見えて無理だよ、虎の意を軽くする、今の二人で行くやつやったやん、光が死んだら一旦、あー、思ったやつら、任せなさい、なんかファンボーイのそれだったな、お前から行けよ、お前から行けよ、言ってる間に、もう親しげな人と話し合いに、挨拶できない、ちょっと待って、俺の場所、ちょっと待って、頼みます、お願いします、あった、おー、立て直している、うまい、やっぱ将軍さんにはロジックが生まれた瞬間に冷静さをやっぱ論理で武装するのは大事ですね、熱い、試合に試合になっている、あ、これは筒2つや、コーチング行け、ま、あやばい、上から下にと、適応したな、このルールで俺の死に方解説しなくていいよいやでもようやく形になってきたな、そうですね、あとは、まあ、いかに戦うか、いかに、そうですね、形になってきたね、義務教育が終わったらね、あとは自己防衛ですからさいやでも生存で自分を褒めてあげられるの結構気持ち、まあ、そうだね、だいぶすごい床につくだけで、おお、よし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 、自分に勝ったってまず言えるから、そう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 相手を倒すな、すなって昔の相撲、待て、早くないか、回線がいや、やばいや、おとなしくしたほうが、やっといてくれ、戦おうぜ、俺と、やばい、戦闘狂がやってしまったナビスよ、さん、そこに戻るのはよし、これで台風時間もずらして一段一段積み上げて、これチャンスなんじゃないか、あー、最悪、何、脇っちょの別の足場で叩きてるわけも分かるし、TNT とかあれ意味あるのかな、いや、ここには来させない、ユホーンさん何も壊れないんだけど、あのブロックで安全地帯だよ、あー、俺、ロジックが、ね、IQ300 IQ300 俺にはロジックがあやばい、ジュシュ、いやこれヒッカさん倒すと、ちょっと常に危ない危ない危ない、キャラだ、やばいと逆に倒さないよ、カーズティームが、あなたは待ってくれ、知ってくれ、いや、知りませんよ、これはもうこういう風に壊しちゃった、早く復活しろ、いやこれはまずい、よし、ヒッカさんに、ヒカさん止まった、危ない、落ちすぎ、え、あ、うまい、よしよし、帰った、ここを脱された、あい、なかなかやる、これ、おい、でも将軍さんも適応してきた、このルール役をさっきまで1ステップやそうとしてたいやー、いいですね、あんの驚異的な成長だが、あ、いやいや、必要、必要権、必要権また上から下に若干の瞬間まずは補充フェーズで、うん、まだ補充しますか、いや、これ戦わなきゃいけない、やばいな、あ、殺され勝てないですからね、戦わないと、ガチタイマーもしないといけない、うん、ガチとは一体何かを問われているが来たぞ、お、うわー、お、コンボ指導だ、後半だ、これこれこれ、おー、ずらしがいい、確かにガチタイマーの様相を、あるあるある、いやでも大事になってる、すごいなってるなってる、スティーブ・ミラーっすよね、うん、普通のか日常的にコアあってほしくないが、うますぎるが、これ差し返すが、あー、これはあー、いや、いいぞこれで、俺の1ポイント、ここからさ、言い忘れたな、いやなるほど、よ、5ゲッツ相当勝ちたがってるな、これ相当勝ちたがり TV ですよ、まあ、普通にこっからスタートでいい、わかりました。あくまですよ、逆に4位から抜けていくのか、抜けていくの、4抜け、4から抜け、ああ、ありかも、やだな
たくさん試合をしたい。たくさん試合したいな。楽しいんだもん。少年魂。何だこれ。普通にビップとかで負けてそうですよな。結構昔当たりましたよ、ルイージで。なんか僕がスティーブ本当に使ってないとか、はいはいはい、ずっとなんか S って名前で連載してくれた。まあなんかハートフルエピソード。いやハートフルエピソード。今いっぱいいっぱいやから。結構集中してる時に。そう。意識が。ちょっと待ってハートフルハートフル。おーあるかハートフル復帰。ハートフル復帰って何？おい。危ない危ない。危ない危ない。危ねえ。ショウさん。ああ。おい。これはダメだな。これは次もやるからな4位抜けさっき1位だったから次もやるからね誰でも勝てるから面白いですよねそうね噛み合えば絶対いやなんか状況が噛み合えば全然確かに確かにそうそうそうそれはわかるなんかバトルロワイヤルとかそういうキャラクターになりつつある一個一個がエッジ効いてるよ誰でも勝てるわそういうキャラになりつつあるからあーっておー対空くんシンプル撃墜この辺にあ、オウムさんなのでおーやばい、死ぬがなくなっているが雑素材を履いてしまうとオウムさんの作業台を壊せばあ、そんな戦術が受け身作業台を落とす普通に普通に殺害されたおー当たってないのか今おーこっちこっちなんだなんだやんなくていいよ踏まないでくれお願いしますやらせてください4位抜けルールに変わっていたいまあこっから4位抜けお願いしますこっから1個前1位だったあれに免じてください実績があるから実績で語ろうちょっとロジック組んだら一応素人でもなんかやれるのそうポサあるのがいいポサあるそうそうさすがに鉄で染めるという戦術は弱いのかそう雑草材切るとね作業台作業台を勝手に生成しちゃってそれでなんかスカンピになってくるね、急にカードの引き落としが発生するんだよなよくないよ、うん、よくないと言いつつやってしまう戦うかいや回戦してしまったいやあの二人が一番やばい今回戦したら逃げようやばいで3人目がそうバトロワの強風おじさんやんいやー回戦してやばいまた引いているぞやばいちょっと待ってー敵がうむあー今しようさんこれだよこれ下手だなうわいやでもちゃんとね寿命で倒れるようになっているそうねこんなとこを食らって寿命とか言ってる悪いことすなこのいやこれただ撃墜しようとしてたからにそれがそれがスティーブを使うことがスティーブを使うことがもしかしいやいきなり攻める何やらしかし逆に立て直せるうーなぜか使われていたそのあっくそもう一個上を無理に取りに行くのが難しい時は下に行くことで上に行けるという全然いいけど確かにこれ戦術だなるほど面白いおぉうわー飛びすぎシンプル飛びすぎもうちょっと待ってやろこれはさすがに帰れるかあっあっそうだあそこ意外とテクがいるんすよ意外といるななんか見た目以上にいるないるなんかまた壊れたでも今のまだできたのにっていう、ね、そうこれ自分との勝負もおー勝負もある勝負もある勝負もありすぎるで4位はお座りかお座りに行こう今回4位はお座りか僕には実績もないからやばい何もない徐々に強いカラーが集まってきて強いカラー強いカラーだよ三強だよ大会でよく見るカラー確かにそうかこれの3人だとやっぱ俺が芋ってるだけみたいなこと言ってると、うん、まさか極めて寒い厳しい動画になってくるからとりあえずなんかあれかまあでも書くのは大事だそうこれが大事分かんないですよ誰がね将軍さんの寝首を書こうとしてるかとりあえずこの
自己要因を与えよう。金床で。で、こういう風にして、で、危ない時は危ない時は危ない時はこうすると。うわ、きたー、うますぎるか。ちょっと待って、リカバリー成功か。あー、いやこれさ、やめてくださいよ。かなりでも良かったですけどね。まあそうね、攻めるのが難しい。努力、努力、うん、でも結果が全てか。結果が全てこの世は。あくまでストイック。うまいな、しんさん、その上、陣取り。うわっ、うこれしかできない。こいつワープを取り上がった。今ワープを使って引き刺ししない。俺のワープを取り上がった。いや、そうなんだよな、ついにもうね、ところがワープどこを埋めれば下の扉が閉じるのかっていうのを把握してて。うん、そうなんだよな。1枚か2枚もそこ上手だよね。上手ですね。命からがら必死に俺スティックをさ、さつきれんばかりに固めてるんです。やっぱ脳のリソースが操作に一切割かれてない。いや、そうなんだよな。そこは強い。そこでかいな、確かに。うん、早いね。ただ、まあ、一応ストックはバトラー。結構きついか。バトラー、これはスタートした。いや、いけてるね。でも、いい感じの勝負だ。これはどうだ、うまいが、埋めているものの。よし、帰ってこない。いや、これは帰ってこれないな。かなり無双だった。うっ、うまいの。いいぞ。すごい、なんか、面白いぞ。面白いぞ、見ていて。ね。うん。早くこうなりたいという欲求しか湧いてこない。早くこれになりたい。うん、いやちゃんと期待してる。俺は抜けてやるか。ついに頂上決戦か。こんだけやってるとさ、見てて面白くなるよね。いや、そう、うん、まあ確かに視聴者よりもさ、解像度高くてそうなんですよ。競技レベルが上がっているということを実感できる。そうなんだよ、この幸せ。持ち込み企画負けたくないな、これ。確かにプライドがあるか。うん、もうついに2強から2強2強最近あんまりね、大会に上がってこない。確かにアレックス捨てました、アレックス捨てるとかあるんや。やばい、なかなか上を陣取っている位置ではあるが。そう、これは立ち打ち有利ではある。さすがにアコーラさんから攻める。まあでも攻めてもいいか。うん、うん、あんまライン変わんないですからね、これ。いいな、このレベルの怠慢だとね、どういうあれになるか楽しみだね。うん、いや、そうですね。うん、やはり上有利という事実は揺るがないが、うん、おー、かっこいい。かっこいいね。すごいミラーだ。うじゃないか。俺だから、ね、うじゃない。ちょっと、行き地が低いかもしれない。敷地か。敷地が低いかも、うの。そうね、うん、早めに出ちゃう。すぐ出ちゃうね。俺基準良くない、ね。うん、やばい。下に入って上へ行くと。やばそうなとこのリカバリーが。さあ、これは大丈夫なのか。いや、これは長い。閉ざされている。でかいでかい。でかいね。パーセント全然稼がずに撃墜ができたので、ヒカリさんとしては、うん、なんだろう、まあ、だいぶ撃墜。勝つならイモるのか、これは。いや、いや、これは攻めに行ったぞ。これなんかさ、あの上強影響から上砂で締められたらそこで終わりそうだよね。確かに。そうっすね。どうだ、基礎吹っ飛ばしちゃそんなに上砂しちゃう。まあ、ただあー、おー、おー、いやー、いや、資材結構ね。いや、そうそう、詰めてたから。そうなのよ、持ち込み企画で勝ち。おー、昭和ヒカルさんで。さすがに。いやヒカルさんでいいんだけど、もうちょっと見たいわ。じゃあ、もう決勝は三崎方式。あ、いや、じゃあそれでお願いします。決勝は三崎方式。やばい、やばい、やばい、やばい。いや、これ、やっぱね、その資材、相手の資材ゲージを見るのもちゃんと重要で、大事ね、掘らせないっていう戦術が。うん、実装した後がやっぱ一番資材差ついてるからきついんよな。うん、相当ね、掘るのが貴重な時間なんだよな。うん、でも掘らせないとやっぱできるか、後半は。うん、ちゃんと光は狙ってそうでしたね。爆弾ブロック攻撃して。はい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 。相手のいる場所に。そうそうそう。爆弾ブロック引っ掛けて。なるほど。攻撃はレベル高いな。うん。はい、進んでますね。ただでもそうね。なんか。なるほど。大丈夫か。ちょっと馬ぶったか。馬ぶったか。おお。よみがえり。ちょっと匂ったか。
コンボ判断が上手くて。えっ、いや、これ大丈夫かな。どうだ、伸びない。これはフルセットの流れですよ。来てますね。来てます。おすごい、あらかじめ退路を断つという戦術。なるほどね、追わせない。うん、これは大丈夫か。さすがに大丈夫か。さあ、これはちょっと蓋が閉まっていて、そしてゆうゆう。いやー、おー、リバースなるか、これリバース、リバース、すごい。いや、最初にやっぱ撃墜された時のね、しんどさきついね。きついね。これさ、あっさり決着つきすぎる感じもするから、タイマーだったらさ、さ、まあ、サースでいいんじゃない。あ、まあでも、資材さ結局つくと、うん、ストックあってもきついままなんで、セット数を増やした方がもしかしたら。わかった。じゃあ、ビューファイブ。ビューファイブ。確かにそうだよな、ストックを増やしても、うん、まあ、ストックイコール資材の数だから、まあ、もうちゃんと上を陣取る。上を陣取るが、まあ、下に見てて楽しいよ。うん、見てるよ、これ。たぶんや、やっぱ待たないといけないな。それは間違いないね。まあ、でも、スキームって手間でも待つからな。いい、うん、あ、これは大丈夫か。戻って、なんかヒットストップが待ってるわ。いやー、ブロックが。よしよしよし、なんか。かなりハイレベル。そうね、今のアコラさんも結構難かったけど、状況。ヒカルもね、ヒカルでちゃんとワープゾーンを埋めに行くっていう復帰阻止狙ってた。はいはいはい。熱い。かなり詰まってきてる、ね。詰まってきてるぞ。あっ、これは大、まあ、冷静にブロック。トロッコがね、ワープゾーンを1個埋めてくれるんですよね。これ大事。これ邪魔だな。送り込めもしないというジレンマはあるから。そう、結構攻める側が難しい。確かに、これ壁があるぞ。持ち合わせるか、持ち合わせるか。復活しているが、あー、元の場所には。さあ、こうなってくると、いやいや、ヒカル君、そうですね、ついのか、うん、やれるのか。なんか、うお、送られたか。ぬで、さすがに大丈夫。追いかけてきたぞ。地の底まで。いや、ないっすよ。はい、持ち直した。ニュートラルに秘訣。うわっ、いや、金武器だからむずそう。おお、ガンガン来るぞ、ガンガン来るぞ、ガンガン来るね。おお、とりあえず距離を取って、が、うわー、うまい。うめえ、うまい。うまっすぎた。うわー、ここに入って復帰阻止。いやー、これで阻止できるようならキャラランク上がるな。いやすぎや。いやすぎや。さあ、これで2-1。アコラさん勝ったら優勝か。負けたくない。いや、勝ちたい。いや、カウンターステージもカウンターピックもないからな、これな。カラフタステージないですね。拒否れないから、ね、ミラーだからどこも変わんないって言われても変わんない。いやが王でもこの場に招集させられるから、こいつらは。いや、もう最初に勝負していく。何、新たな戦術。なかなか早いゲームスピードが。いや、まあでもそうね、なんかゲームスピード遅いとやっぱりやや理解度とかキャラコンで負けてるって考えると、なるほど、まあ近距離でいかに殴り合って勝てるか、うんうん、事故を起こすかっていうのが、まあ、結構嵐にかかる大事な気もしますね、うん。お、すごい、ここに来て1引きに行くという。早い展開はヒカル君も得意ですね。うん、現象への帰結だ。そしてください。対空空対空。いや、ちょっと頑張ったけど復活に差し込めないな、うん、ここまでちょっと資材が溜まっちゃうと攻めにくいのもあると思う、うん、パーセント有利はねヒカルにありますから。急に停戦協定がかかりめグランドファイナル。我らの扱い知らないところで。うまいぞ。いやー、しかしどうなる。これは対空からの、やばい、退路がないぞ。退路、大丈夫。おお、しかしワープ直即トロッコ、うん、奇襲性が高いですね。いや、そう、このなんだハイレベルな建築を見るためにはやっぱり採掘フェーズが必要なんで、フォートナイト一緒やから。そうだね、間違いない。今回のもそう、最初引いていますから、ね、うん、これ大丈夫か、ちょっと攻めてか。これは最後のカードがうまいが、まあまあ
命さえあれば、あの程度では光くんならせないと判断してトロッコでダメージを取りに行くと。なるほど。俺が相手だったら多分見てたね。どんなもんかなって。どうせ死ぬやろこいつ、うん、手を出せない。うわ大丈夫、土屋。いや、おもろいな、これ。めちゃくちゃおもろいな。自由度高そうすぎますよね。このレベルだとね。おお、相手のブロック乗っていく。おお、硬い。危ねえ。ウェイビーの後のキャラコンがマジで差出るよ、ね。いや、そうですね、違いない。キャラコンに、あっ、いやー、いけるか。あっ、うわ、そう。なあ、惜しい。かなりいいところを攻めたか。しかし、金は採掘が早いものの。ここいけないな。自らの資材を蓄えるということは相手の資材も潤沢になるということ。ここに来て試合のテンポを上げるという光の戦術が破綻してきている。おっ、これは、いや、これはそう、鉄拳をしたが作らせない。なるほど、ステージは狭いにしているので、うん、割と死にます。確かに寿命撃墜は結構早い。そうですね、ちゃんとストックが消えるのがいいわ。真ん中付近がやっぱりスマブラにおいては安全地帯だが、これはちょ、うわ、うまい。おおおおが、これは食らっているので体勢を立て直し、うお、冷静パスタ、おお、受け身まで取ってきている。え、この端っこ、危ない、危ない。相手これ一個先のスマブラしてるわ、境地にいる。そうね、これ真ん中付近だったね。上スマ確定しました、ね。そう、 上の方だとブロックが早めに消えちゃう、うん、からステージ真ん中ら辺だとなんか最速で2レで乗ると上様が最終段まで出るっぽいけど、まあ、ちょっと先いたっぽいね。そう、このゲームで一般人は上様を使おうと思わない。そうなんだ、思わないのよ。いや、進んできたね。進みすぎだ。いや、これはだいぶなんかスマブラじゃない違うイベントとかでやってほしい。面白いから、まあ、アクションゲーム好きな人間でやってほしいわ。まあ、意味も分からず、うん、このステージももちろん配布当然。もしかしたら探したらあるかもしれない。俺も取ってきたような気がする。あ、まあ、でも これを更新しましょう。更新毎取った先に先にということで、まあ、今回ヒカル君持ち込み企画で、まあ、スティーブ専用の乱闘ルールみたいなので、うん、はい、特殊乱闘しましたが、キャラコンというよりかこのゲームに対する理解の速さに負けた感もありますが、まあ確かに、まあ、まあ戦前の予想と同じく、まあ、コラさんが強かったかなというところで、動画以上になります。はい、1本目お疲れ様でした。お疲れ様でした。